平成10年8月、北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本列島上空を通過し、太平洋三陸沖に落下した。我が国への脅威が現実になった瞬間である。この事件をきっかけに、政府は弾道ミサイル防衛の研究をスタートさせた。その有力な手段の一つとして期待されているのが、海上自衛隊の最新護衛艦、イージス艦。近年では国防だけでなく、イラク戦争におけるインド洋覇権で注目された世界最強の防空システムを有する艦艇である。海上自衛隊第二護衛隊軍第62護衛隊所属、ミサイル護衛艦金剛。世界最強の防空システム。海軍の伝統を引き継いだ艦艇の生活習慣。現場隊員をまとめ上げる千人五長の存在。そこには海上を守る男たちの姿があった。東京四十。さらに一般の人は決して立ち入ることができない戦闘行動を指揮する部屋。36号2000高度2000。イージス艦の戦いを記録した。国内外から注目されているイージス艦とはいかなるものなのか、そして日本の防衛のために訓練に励む海上自衛艦の素顔とは、家族ですら知ることのない護衛艦の厳しい日常、その全てが明らかになる。鹿児島から南へ380キロの奄美大島。8月下旬、島の南端にある港町に一隻の護衛艦が姿を現した。機密の塊といわれる最新鋭の艦艇、イージス艦金剛である。訓練航海を終え、数日ぶりの停泊。この船は世界で最も優れた防空能力を誇るイージスシステムを搭載した護衛艦である。全長161メートル、幅21メートル、基準排水量7250トン。平成15年から2度にわたってテロ対策による米軍などへの後方支援のためにインド洋に派遣された実績を持つ。この艦艇に250人余りの男たちが乗り組み、訓練に励んでいるという。乗員を統率するのが艦長の雪中和夫一等海佐。任務への意気込みを聞いた。艦長っていう職務はですね、大きな船、小さな船、新しい船、古い船ということでは相違は全くないと思うんですけれども、
ただその中でも大きな船で、まあ、能力も高い、乗組員の数も多いということで責任が一層重くなるなという思いはいたしました。朝6時、護衛艦の一日は総員起こしの号令で始まる。ここから夜10時の消灯まで任務が続く。士官室では艦長をはじめとする主要幹部が集まり、日例会報と呼ばれるミーティングが行われていた。その中に一人、青い戦闘服を着た男の姿があった。小川正典海曹長、グランドボーイの位置の調整不足でちょっと各艦まちまちなところにつけられて、一番右ですね。彼はイージス艦金剛の専任伍長である。当初は例えば我々が聞いた申し付けではまっすぐ入っていたところは騒がず、そうそう聞いたんで、専任伍長とは一体何か。言うまでもなく自衛隊の組織には階級がある。艦艇には艦長を筆頭とする幹部と海曹、海士クラスの隊員が乗り込んでいる。艦を指揮統率するための頭脳となる幹部。護衛艦では艦長が作戦を決断し、副長以下およそ20人の幹部がそれを補佐する。その命令を現場で実行するのがおよそ230人の隊員たち。専任伍長はその中から選び抜かれた現場をまとめるボスなのである。専任伍長の役目は多岐にわたる。隊員たちが生活する場所は艦艇という特殊な空間。長期の航海ともなれば士気の低下や風紀の乱れが問題となる。また毎年新たに参加する若手隊員に仕事を教え込んでいかなければならない。海上防衛の最前線に立つ海上自衛隊。専任伍長は隊員の行動に目を光らせる。幹部以上に恐れられる存在なのである。私のところで一人一案提出のお願いします。 よく言うんですけど、船というのは運命共同体と、要は船が沈んでしまえばみんなそこに一緒に沈んでしまうんですよね。っていうふうな、やはりそういうような連携感があって、要は船っていうのが、まあ、一つの家と、みんながそういうふうに思えばきっとそこにすごいみんなのつながりができてですね、そこから始めて、そこが一番いい形かなと。イージス艦はアメリカで開発された高性能艦隊防空システムを搭載した艦艇である。イージスという名はギリシャ神話に登場する無敵の盾に由来する。外見にもこれまでの艦艇にはない大きな特徴がある。在来の護衛艦に比べ圧倒的に大きな環境構造物。ステルス機能を持つ平らな壁が塔のようにそびえ立つ。その壁に取り付けられた八角形のパネル、 SIP-1D 通称スパイレーダーである。探知範囲は半径およそ500キロ、東京から大阪までに相当する距離だ。スパイレーダーの優れた点はタイムラグのない探知能力。従来型のレーダーは発射電波を回転させるため目標を探知できない瞬間ができてしまう。しかしスパイレーダーは
360度の発射を行うため、目標を常に監視することができる。これが高速で飛来する弾道ミサイルを高い精度で探知することを可能にした。目標探知、目標確認。レーダー情報は暗闇に包まれた部屋に送られる。この場所こそ機密の塊といわれるイージス艦の心臓部、 CIC 戦闘情報センターである。金剛の乗員でさえ担当者以外立ち入ることができない CIC。 本格的な撮影は今回が初めてである。システムのコンピューターは近づいてくる物体を感知するとスピードや飛行パターンを自動的に分析する。ディスプレイにはレーダーで捉えた標的と攻撃の指示が次々と映し出されていく。艦隊に迫る100個以上の脅威を同時に捕捉し、10個以上の標的に対して同時攻撃を仕掛ける。そんな高い能力がイージス艦で可能になった。これが無敵の盾と呼ばれるゆえんである。出航の時間が近づき、甲板では錨を上げる作業が始まっていた。ひび割れなどをチェックするとともに、海水による錆を防ぐ作業も入念に行われる。200人余りの隊員たちはその任務に従って分隊と呼ばれる4つのグループに分かれる。入出航時の甲板作業や主砲、各種ミサイルなどを取り扱うのは第一分隊。彼らの職場は最新武器が並ぶこの甲板である。金剛の主砲は127mm 単装速射砲、最大仰角83度、毎分45発の発射速度を誇り、対空・対艦戦闘で高い能力を発揮する。対艦ミサイルハープーン、射程距離は100キロから150キロに及ぶ。チャフディスペンサーと呼ばれる防御武器、電波を反射するアルミ箔を空中に散布し、飛来するミサイルの進路を欺瞞する装置である。高性能20ミリ機関砲、通称シウス、毎分4500発という発射速度を誇り、接近してくる航空機やミサイルを撃破する。両舷に装備されている対戦用の武器、三連装単魚雷発射艦。そしてイージス艦の要となる武器がミサイル発射装置 VLS である。広範囲なレーダーを生かすには射程距離の長いミサイルが欠かせない。ここに対艦、対空、対潜水艦などのミサイルを搭載し、さまざまな局面に対処するのである。従来の DDG でありますと、ミサイルが撃つ方向にランチャーを指向して向けていくところをですね、
リアクションタイムの短縮ということから、船を向けることなくまっすぐ蓋が開いて垂直に上げて、その後に弾がそちらの方向に飛んでいくというところが図体型の DDG とは異なる点です。沖に出た金剛を待っていたのは、晴天ながら台風の影響を受けた高い波。これから補給艦と合流し、洋上補給が行われる。並走するのは海上自衛隊最大の補給艦マシュー。海上自衛隊はこのようなコンディションでも補給作業を行うことができる。その高度なテクニックはイラク戦争を契機に派遣されたインド洋でも発揮された。数週間に及ぶ航海ではこのような補給作業が繰り返し行われる。作業が終わった補給艦は金剛から離れ別の艦艇に向かっていった。昼食の時間が近づき、厨房では第4分隊の隊員が準備を進めていた。今日のメニューは海軍カレー。曜日感覚を失わないために週末に決まって作られるようになったカレーライス。旧海軍からの伝統が最新のイージス艦にも引き継がれているのである。金剛に乗り込んで8ヶ月の山本隆一等海士。昨年入隊した彼はようやく航海勤務に慣れ、段取りよく調理作業を進めていく。7ヶ月経ってやっぱりいろいろと教育を受けてきて、先輩方からいろいろ教わってもらって、少し自信も持てたし後輩もできたんで、はい、これから少しずつ教える立場になって、これからも学んでいくつもりでやっています。隊員たちの食事場所は会員食堂。ここではステンレス製のトレイに自分が食べたい分量を盛り付けていく。この食事風景にも旧海軍からの伝統が息づいている。艦艇では身分によって食事場所が違うのだ。幹部たちは士官室で食事をする。メニューは同じだが若手隊員が配膳を行う。そして千人伍長の食事場所は千人回送室。士官室と同じように配膳サービスの若手がつく。彼らは素早い食事が基本。結構早く食べるんですよね。
あの時間に追われるんですね、うん、早飯早飯とか思います。千人伍長が幹部と同じような待遇を受けているのは自衛隊の中でも護衛艦だけだという。それは彼が隊員の勤務評価や艦艇生活のサポートなど幅広い役割を託されているからである。乗員居住区部分がビル7階分の高さにもなるイージス艦。晴天時、その環境からはおよそ17キロ先まで見渡すことができるという。ここを仕事場にするのは第二分隊の航海課と呼ばれるグループ。艦長や幹部の指示によって船をコントロールする。もうか、右舷の見張りを担当するのは村山達也海士長、20歳。レーダーで感知したのを見たり、レーダーで感知できないものを見たり、中の操舵する人たちに分かるようにその目標の動きなどを報告しています。航海担当の任務は見張りや艦艇のコントロールだけではない。旧海軍から受け継がれたラッパも担当する。入って1年目ということですが、それでも一生懸命やってますけども、考えていることがまだまだ甘いなと思います。部隊がみんな注目するんですよね。海上自衛隊の中でも見ますし、航空自衛隊とも共同訓練だとか、アメリカ軍とも共同訓練とかやっていく中でも、
イージス艦が来たと。防空中枢艦っていうのがまあ本艦の一つの大きなミッションなんですけども、それだけじゃなくて、いろんな能力がやっぱり高いので、各部隊にそういう情報もうまく配布してあげて、部隊が動く中上でもですね、あの円滑に流れるっていくようにですね、心がけて今もう勤務してますけどですね。はい、先生なさい。はい、ちょっと。イージス艦の中枢となる CIC を担当するのは、主に第二分隊の電速班。小川専任伍長は若手隊員の北山翔吾三等海曹と対艦戦闘での艦艇の動きを予測する訓練に取り組んでいた。所要時間9分。そこまでやって終わりやな。はい、どうしました。我々レーダー見てですね、要は他の船の一番、まあ、決められたですね、いいとこにいかに早く入れるかというようなことで、常にレーダーを見ながら、環境の方にリコメントします。で、その過程において、まあ、いろんな手順があるんですけど、ただどうしてもやっぱりその私が見て、あ、もう少しこれが欲しいなとかですね、言われなくてもそこまで上げて要は完璧だよというのをやっぱ教えるのが、まあ、私の仕事かなと。先ほど小川伍長からは戦術状況の把握が指揮官に分かりにくいということで指摘を受けたので、分かりやすい作図整理表示ですね、こちらの方を務めろと言われたので、そちらの方に専念しました。じゃあ次に、はい、沢風です。最新鋭の戦闘システムは、それを使いこなす人間がいてこそ高い能力を発揮できる。隊員を一人前に育てていくことは小川専任伍長の重要な仕事なのである。火星速で2時3度可能性があるときは両方出しとけよ、ね、はい、この船に、まあ、収益の時から乗ってるんですけど、同じ時間帯に全ての戦闘ができると。もう例えばその向こうでは水上戦をやっている、こっちでは防空戦をやっている、でここでは対戦争をやっているというふうなことがですね、同時に全て進行できる能力がある船だと思います。だからそこが我々のやっぱり一番勉強して、まだ完璧にですね、それをこなすようにまあ努めたいなと。緊張が高まる東シナ海を睨む長崎県佐世保市。ここが金剛の定型港である。この日、小川専任伍長は3週間ぶりの帰宅となった。基地へ迎えに来たのは妻の美代子さん。でも小川さん、慣れたとはいえ3週間ぶりに自宅に帰るってどういう感じなんですか？やっぱなんかやっとホッとするかなみたいなですね。船じゃなかなか熟睡できないですよね。あ、そうなんですか。やっぱり何十年やってても、もういくら大の家とはいえ。一度出航すると数週間家を空けることになる艦艇勤務。美代子さんは家の留守を預かりながら二人の息子を育ててきた。その時の思いとは。私たちにとってはもう結婚した当初からずっといない生活が続いてますので、別にあんまりそれが特別なこととは感じないですね。最初からもう船に帰るって言ってましたから、ああ船に帰るんだって家も帰るし船も帰るしって、うん、別に全然その結婚したのは初めてですから、そのよその家庭がわからないから、もうあそうなんだって、台風が来たら船に帰るからって全然言いませんしね、うん。海上自衛隊は海に出てどんな仕事をしているのか、丘に上がった隊員が家族に語ることはない。たとえ夫婦でも任務の詳細を話すことはできないのだ。金剛の専任伍長に就任したことを美代子さんはどう思っているのか。まあ、大変な仕事に就いたんじゃないかなっていう感じはしますね、その専任伍長っていう、はい、
職に就いたことが。でもそれがそのどういうその内容の仕事をするのかっていうのはよくわからないから、ああそうっていう感じでしたけど。家に帰ると犬の散歩や妻と買い物をして過ごすという小川さん。官邸が我が家だと語る百戦錬磨の仙人伍長も海で思うのは丘に残した家族であった。たとえ海が荒れていても官邸勤務は続く。金剛は大きなうねりの中を進んでいた。その動力源は10万馬力を誇るこのエンジンである。運用整備を担当するのが第三分隊、機関課と呼ばれるグループの隊員たちだ。機関課はエンジンだけでなく武器や艦内生活に必要な電気、イージスシステムの運用に欠かせない冷房装置など動力源の全てを受け持っている。発電機にしましても海上自衛隊最大の発電機を積んでおりますし、冷房装置、これも大きなものを積んでおります。またバックアップもしっかりとしていると。これはイージスシステムを全能発揮させるためにそのような装置になっているというふうに考えております。護衛艦は言うまでもなく戦うための艦艇。機関艦はそれを陰で支える重要な存在だ。入隊して間もない関大使、二等海士はその重圧を感じる毎日である。仕事のできる人間になるべくなれるように一つ一つ教わったことを毎日復習しながら応用できていけたらなと、そういうふうに思っています。三分隊の担当場所は厳しい環境が多い。最も船底に近い舵取り機室、環境での操縦が不能になった時方向舵を直接操作する部屋である。室温はおよそ35度。猛烈な蒸し暑さの中で関海士は黙々と点検作業に取り組んでいた。このほか艦艇には乗員の給与計算や故障部品の管理など航海をサポートする仕事が数多く存在する。護衛艦での仕事は船の運航や武器の扱いだけではないのである。日が西に傾きかけた頃、私服に着替えた隊員たちが集まってきた。寄港地での楽しみは何といっても上陸である。明日からの出港に備え、決められた時間までに戻れば行動は自由だが、留守を預かる当直の幹部からさまざまな注意が言い渡される。携帯電話を携行し、いつでも連絡できる体制を取っておくこと。最後に、自衛官として自覚ある行動を取れ。艦艇での飲酒は厳禁のため、船を降りなければアルコールを口にできない。隊員たちは流行る気持ちを抑え船を降りていった。
しかし全ての乗員が上陸できるわけではない。およそ5分の1が艦艇を守るため留守番である。環境上のマストでは隊員が黙々と滑車に油を差していた。当直の隊員に休みはない。艦内ではさまざまな装置の点検作業が行われていた。その頃、上陸した小川専任伍長は酒を交えながら部下の悩みに耳を傾けていた。隊員を指導する仕事の鬼であると同時に父親代わりでもある。相談は仕事から女性の悩みまで幅広い。結婚式までな。そうですね。結婚式までも。そんな出向でいつもおらんけんね。そうだよ。いや、まあ、そうですね。いや、今度連れてきますね、本当に。よろしくお願いします。俺も見たい。愛を持って。若者たちが仕事でも人生経験でも早く自分を超える存在になってほしいと願う。結婚まで行ってしもうたな。あのね、いつでも胸を貸してやると。ね、かかってこいと負けるかもしれんけどな。やっぱりそういう気持ちだけよね。気持ちだけ。もう実際は無理さ。息子にもいじられて負けたしね。実際は無理だけど、でもそういう気持ちだけはね、いつでもいいな。なんとかしたいよという気持ちだけ持ってます。専任伍長小川正則海曹長はこの金剛が就役した12年前、電速員として乗り組んだ経験を持つ。若かった小川隊員をよく知る人物が現在の艦長雪中和夫一等海佐である。当時はやはり若々しくてですね、非常に積極的で、ある部分、生意気な部分も感じられましたけども、12年を経て、階級も総長まで昇任してですね、角が取れて、丸みが出てですね、200数十人を代表する専任伍長として、非常にいい人間味を出してきてくれてるなと。若い時にですね、元気がありすぎる、そういう人の方が自分の若い時を振り返って、どこで手を抜こうだとか、どういう時が辛かっただとか、そういう観点から指導してくれるので、指導力が期待できるというふうに私は思ってるんですけど。言いたいことははっきり言う。若い頃はかなり活発だったという小川専任伍長。しかし時代が変われば乗り込んでくる隊員の気質も少しずつ変わってくる。我々の頃は何でもほったらかしで自分たちで何とかやってこいとかですね。でも今はもう例えば体のこう周りに全てのものが揃ってるわけですよね。要は食べるものがある、お菓子がある、お母さんジュースがない、テレビゲームがあるってなると、もう満ち足りた子が入ってくるわけですよ。でそこでいきなり何もないここでこらって怒っても、多分彼らは受け入れられないですよね。だからその辺もある程度組んであげて、でもやはりその我々はまあ言えば戦闘集団なんでですね、でそこはやはり厳しくしなきゃいけないと。自分の子供を怒ると、そういう時は多分子供も怒られた時はうんと思っても、やはり親父から怒られたということで、やはり心のどっかで許してるんですよね。だからそういうふうな厳しいしつけというのも、そういう親子みたいな信頼関係があれば多分問題はないんですよね。だから少しでも乗ってきた乗員とは早くそういうふうな形を築いて、で気づければあとはもうどんなに強く要は指導しても
ですね、その信頼関係が崩れないと、やっぱそこが一番理想じゃないかなと。午後8時、当直が居住区を見回る巡検が行われていた。日没とともに館内の照明は灯火管制と呼ばれる赤いランプだけとなる。突発的な事態に備えて目を暗闇に慣れさせておくのだ。平成13年11月から始まったテロ対策特別措置法に基づく米軍などへの後方支援、金剛は外国艦艇へ燃料提供を行う補給艦の援護役として2度にわたってインド洋に派遣された。護衛艦が初めて経験したインド洋への長期派遣、これまで何度も出航を経験してきた家族たちもこの時はいつもと違う思いで送り出したという。やっぱり通常の、 あの出航と違って心配はしましたね。ああ、なんか全然わからないところに行くんだって、その3ヶ月も4ヶ月もですね。だから普段の出航は全然どうもないんですけど、ああ大丈夫なのかなっていう心配はありました。戦闘能力が高い艦艇ゆえに派遣に関して国民の関心を集めたイージス艦、その艦上どんな思いでインド洋に向かったのか。確かにあのきついとか、まあ、長いとかあるんですけど、逆にそういうふうなあの苦しくなればなるほどあの乗員はみんな団結するんですよね。なぜかあのこういう国内におって楽な時ほどバラバラなんですよ、はい、というのはもうインド洋にてひしひしと感じました。だから今後はあの実戦に強いと言えるんじゃないかなと思いますけど。平成17年8月24日長崎県の造船所でアタゴと名付けられた最新鋭のイージス艦が浸水した。2年後には5隻目のイージス艦として就役する予定である。これまでの護衛艦とは桁違いの性能を持つイージス艦、その役割について海上幕僚長が語る。イージス艦っていうのは東西冷戦時代まさに飛行機からミサイルを撃たれる、それからまあ艦艇からミサイル、そういうものに対していかに早くこう対処するかということで開発されてきたものなわけですね。冷戦が終わって平和の時代が来るかというふうに思ってましたけども、いやいやそうではなくて、もっと他のいろんな特に今騒がれてますような弾道弾ミサイルの弾道ミサイルの拡散の問題だとか、でそういうものに対していかに対応していくかということでイージス艦がまた不死鳥のごとく、ある意味じゃそういうものに対応できるという能力が実証されてきたわけですね。あとはそれを撃ち落とすためのミサイルをどうするかというのが今日米の間でいろいろ研究をされているという状況なわけですね。イージスシステムが搭載された日本で初めての護衛艦金剛、今日もまた出航の朝がやってきた。千人伍長をはじめ250人の乗員たちは再び訓練航海に出発していく。数百キロを見通す高性能レーダー、そして
高度に自動化された戦闘システム、世界の海軍が注目する最強の防空能力がイージス艦の特徴である。しかし一人の力ではこの巨大な艦艇を動かすことはできない。システムを使いこなす優秀な隊員がいてこそイージス艦はその能力を発揮できるのだ。鉄物、鉄の冷徹なものに中にいる人間はあったかい血の流れた人間が動かしてるんだと。やはり近代的な船だからこそよりそういう温かい人間同士のあれが必要なんだと思うんですね。大海原に浮かぶ艦艇で見たもの、それは高性能なシステムにおごることなく心身を鍛え訓練に励む隊員の姿だった。国民から託された日本を守るという任務、彼らは今日もこの広大な海で汗を流している。